ジャンヌ・ドゥメッシュ、または、ドゥメッシュ、ドゥメッシュ、ドゥメッシュは、フランスのオルガニストピアニスト、作曲家、教師、モンペリエ出身。姉・ヨランドから、ピアノの手ほどきを受けた後、1928年に、モンペリエ音楽院に入学。1932年に、ソルフェージュと、ピアノで主席に輝く。同年、家族と共に、パリに転居。 翌1933年より、パリ音楽院に進学できるようになり、ピアノを、シモン・リエラとマグダタリア・フェロに、火星法を、ジャン・ギャロンに、大移法とフーガを、ノエル・ギャロンに、作曲を、アンリ・ビッセルに指示。パリ聖霊協会の名誉オルガニストにも任命され、29年間、その地位に就いた。1936年から1939年まで、マルセル・デュプレイに、 個人的にオルガンを支持。1939年より正式にパリ音楽院でデュープレのオルガン化を受講した。1941年にオルガン演奏と即興演奏の両方で主席に輝き、さらに5年にわたってムードンでデュープレの訓導を受け、1946年にパリのサルプレエルでオルガニストとして初リサイタルを果たす。これがきっかけとなって、 巨匠オルガニストとして国際的な演奏活動に入り、欧米各地で700回もの演奏会を行った。ドゥメシューは驚異的な記憶力の持ち主でアンプで弾けるレパートリーは優に2500曲にも上った。そこにはバッハ、メンデルスゾーン、リスト、フランク、そして恩師、デュプレのオルガン作品全曲が含まれている。録音数も数多く、 フランクのオルガン曲全集は1960年にディスク大賞に輝いている。彼女の残した音源はオランダのレコード会社フェスティーボフェスティーボから復刻されている。1962年にパリのマドレーヌ協会の名誉オルガニストに任命される。1950年から1952年までナンシー音楽院の 1952年から1968年まで、ブリュッセル王立音楽院のオルガン科教授に就任。もともと巨弱体質であったため、1960年代、中頃に健康上の不安から演奏活動を制限した。1967年にデッカレコードと契約して、オリビエ・メシアンのオルガン曲全集を録音することになったものの、ドゥメシュ本人が創生したため、この企画は、 実現を見なかった。1968年、ガンのため描画してから数ヶ月後に、パリの住居で死去した。47歳ボーツ。膨大な作品を残しており、8つのオルガン曲の他に、ピアノ曲や、たくさんの歌曲や、合唱曲、還元楽曲がある。ドゥメシューのオルガン作品のうち、高換祭、作品4と6つの練習曲作品後は、 あらゆるオルガン作品の中でも、演奏指南なパッセージを含んでいる。その他のオルガン作品に、精霊についての7つの瞑想曲作品6と、3部作、グレゴリオ聖歌による12のコラール前奏曲作品、8、テデウム作品11、復活祭の時期のためのレスポンソリウム作品11、波長の前奏曲と風が作品13があり、四曲作品9は、 モルガンと還元学のための競争的作品である。これらは、ドゥメシュ作品の3分の1でしかないが、従来の未出版作品も刊行されるようになりつつ、ある。ありがとうございます。